ホンダ XL ホンダ XLRXLR はホンダ技研工業がかつて製造販売したオートバイのシリーズ商標である。デュアルパーパスモデル XL シリーズのモデルチェンジ車に使用された商標で、初出は1985年4月22日発表、同月30日発売で主力となっていた排気量 250cc クラスで XLX250R から、 モデルチェンジされた XLR250R の単独車名として使用された。後に 80cc125cc200cc の排気量別バリエーションが追加されたが2000年までに後継モデルへモデルチェンジもしくはハイモデルとなった。全モデルの共通事項として空冷4ストローク再チェシー短気筒エンジンを搭載しており 250cc モデルは4バルブを 放射状に配置する RFVC ヘッドとされた。またマニュアルトランスミッションは 80R、125R、200R が5速で 250cc モデルは6速である。フレームは 80R のみがダイヤモンド型、他のモデルがセミダブルクレードル型。サスペンションは前輪がテレスコピックで後輪がプロリンク式スイングアームである。 XLR250R 並びに派生モデルの XLR バハが製造を販売されたが時期により形式が異なっており本校では形式別に解説を行う MD16 型1985年4月22日発表同月30日発売 MD08 型 XLX250R からのフルモデルチェンジ車である 最大の変更点は搭載される MD16E 型エンジンで引き続き RFVC ヘッドとされたが XLX250R 用の MD08E 型では燃料供給を PH40 型デュアルインテークキャブレターで行っていたものの調整難易度が高いことから加速ポンプ付けの PD79 型シングルとしベースエンジンを XR350RD から XR250RF とすることで、内径 X 工程も 72.0X61.375.0X56.5 へ、ショートストローク化させ、圧縮比も9.89.3とした結果、スペックも最高出力 26PS、8500RPM、最大トルク 2.2kgM、7500、 RPM28PS 8500RPM2.5kgM 7500RPM へアップした。車体面では、上述したエンジンのシングルキャブレター化のほか、スイングアームをアルミニウム合金製へ変更したことなどにより、車重は XLX250R 比 5kg 軽量化の 123kg となった。 またフロントフォークボトムケーススイングアームホイールリムをゴールドエンジンクランクケースフレームをレッドに塗装した。なお本形式はわずか1年半ほどで後述する MD20 型へフルモデルチェンジされたためモデルイヤーコードの XLR250RF で故障されるケースも多い。MD20 型 XLR250R の社名で年月日。 発表、同月2日発売。MD16 型からは以下の変更を実施。本形式は1988年まで製造された。MD22 型 XLR バハの社名で1987年11月20日。発表、同年12月1日発売。社名のバハは、メキシコのバハカリフォルニア半島で開催されるエンデューロレースバハ戦に由来しており、 基本設計、コンポーネンツを共有する MD20 型、XLR250R に比較してより、エンデューロイコールオフロードでの使用を意識したモデルとして、形式も含めて以下の変更を施した。また、ベースとなった MD20 型 XLR250R も1989年1月18日発表、同年2月1日発売のマイナーチェンジで、 後輪ブレーキをドラムブレーキからシングルディスク化し本形式へ統合された。さらに1990年12月14日発表同月15日発売のマイナーチェンジでフロントホークのカートリッジかタンデムステップ取り付け位置をスイングアームからフレームへ移設などの変更を実施した他小規模な変更は以下のスケジュールで実施された。1995年に MD30 型 XR250RXR バハへフルモデルチェンジされ生産終了。初言1993年5月25日発表同年7月2日発売。XR200RG をベースとしたフレームに排気量の異なるエンジンを搭載し排気量 124cc の原付きに主とした形式名 JD16 が XLR125。 R、同じく 196cc の計2輪とした、形式名 MD29 が XLR200R である。本モデルの開発コンセプトは、より楽しく軽快に、より幅広いライバーに、長時間のライディングにもストレスなく走行できる高い、基本性能と、一般ライダーにも、親しみやすく、扱いやすくとしたためエンジン始動方式を他モデルの、プライマリーキックから、 セルフスターターへ変更した。XLR125R は JD09 型 NX125 からのフルモデルチェンジで搭載されるエンジンは同モデルと同形式 JD09E ではあるが全く別物のクランクケースである。マウント位置は同じ。一方で XLR200R は1987年に生産終了となった。 MD14 型 XL200R 以来の 200cc クラスモデルで新設計の MD29E 型エンジンを搭載する。ブレーキは両モデルとも共通で、前輪はニッポッドキャリパーと消結パッドを組み合わせたローター径 240mm の油圧式、シングルディスク、後輪はバネ下重量を軽減する 110mm 系の肩ハブ式、 ドラムブレーキである。1997年に XLR200R は SL230 へモデルチェンジされ生産終了。XLR125R はマイナーチェンジを実施し2000年まで生産された。初言1987年7月31日発表同年8月1日発売。形式名 HD10。 同社の排気量 100cc 以下原付き2種。クラスデュアルパーパスモデルは1985年の XL80S 生産終了によってに、ストロークエンジン搭載の MTX80R のみとなったが、初心者でも楽しく乗りこなせる、コンパクトかつ扱いやすい4ストロークエンジンを搭載する、ランドスポーツバイクの要求から開発された。原付き2種であるが、乗車定員は1名で、 タンデムステップもない。前後ドラムブレーキやダイモンドフレームなどの基本設計は XL80S 並びにミニモトクロスレーサーの XR80R から継承されており、搭載される HD10E 型前傾12度空冷。最置 C エンジンは XL80S 用、HD04E 型と同じ内径 X 工程47.545.0。 排気量 79cc ながら最高出力 6.8PS、8000rpm、最大トルク 0.63kgm、7500rpm へスペックアップされたほか、プロリンク式スイングアーム後輪サスペンションや外装デザインは XLR250R と共通である。1988年に、 後継モデルとなる2ストロークエンジン搭載の CRM80 が製造販売開始されたため1987年モデルのみで生産終了。初言、XLR250R 陸上自衛隊向け使用陸上自衛隊向け偵察車両とし、て、XLR250R の納入実績がある。ありがとうございます。